作ろうか。しっかりしろよな。うん、ごめんなさい。まあまあ、お説教は後にして、とにかく戻りましょう。うん、日が暮れる前に戻らないと。どうしたの？私、どうやって来て？私が迷子になったりしたから。私がちゃんと道を覚えておけば。ごめんなさい。リオちゃんは悪くないよ。私がしっかりしとけば。そんなことない。私が全部悪いの。何時間謝り続けるんだろうな、こいつらは。不毛よねと、のんびり喋ってる場合でもないみたい。ゾロゾロと出てきたもんだな。どうにか逃げるっていうのも難しいわね、この数じゃ。どうしよう。ミオちゃん大丈夫。え、ちゃんと逃げられるから安心して。いいの？リオネラ、他に方法ないし、それにロロラちゃんならきっと平気。自信なさげだな。どうなっても俺様は知らねえぞ。しっかり捕まっててね。行くよ。ここまで来ればもう。こいつの得意技だからよ。どうして？どうやって？それは…あ、見つけた。もうずるいな。女の子二人だけでどっか行っちゃうなんて。あら、お迎えが来たみたいね。あの、今度ちゃんと説明するから。だから…
可能？どうぞ。そんなに驚かなくてもいいでしょ。あ、うん。どうしよう。何か言わなきゃ。お。え、何？なんでちゃんと聞いてないのよ。だって声が小さくて。だから、その…聞こえなかったんだけど。何回言わせるつもりよ。そんなだって本当に聞こえなくて。だからごめんねって言ったの。ごめんなさいって。今度はちゃんと聞こえた。そこであんたが謝らない。あ、はい。今回は私が全部 100% 全面的に悪いんだから。でもいいわね。うん。よし。それでね、あんたにもらった石割っちゃったからなんとか直そうとしたんだけど結局ダメで。あ、いいよ、気にしないで。わざと割ったわけじゃないんだし。あんたがよくても私が気にするの。だからね、そのお詫びってわけじゃないんだけど。大きさだったからペンダントにしてみたの。二つあるから一つはロロのにって。くーちゃんが作ったの。まあね、これくらい私にかかれば簡単にって言いたいところだけど、初めてだから時間かかっちゃって、それでなかなか来れなかったんだけど。なんか言いなさいよ。私とお揃いじゃ嫌なの。嫌なんてそんな。嬉しい。なんで泣くのよ。だって私クーちゃんに嫌われちゃったって思って。なのにクーちゃんこんな作ってくれて。まあもうやめてよ。こっちが恥ずかしくなるじゃない。ごめん。だからあんたが謝るんじゃ。しょうがないわね。無事仲直りできたか。私の作戦が功を奏したようだな。グランドマスター、なぜホムたちは外に出ているのでしょうか。緊急避難だ。あんな甘々な空間で甘々な会話を聞いていたら脳みそが溶けてしまうからな。まあ、クーちゃんをからかうネタが一つ手に入ったし、今日はそっとしておいてやるか。行くぞ、ホム。はい。おっ。失礼する。気を使わないでくれ。どうか今まで通り接してほしい。このだから頭下げないでくださいって。わー、どうしたらいいの。こんな男にかしこまる必要はないぞ。道楽で国王をやってるようなろくでなしなんだからな、こいつは。手厳しいな。そこまで軽い気持ちでやっているわけではないんだが。師匠は知ってたんですか、千代さんが様って。ああ、幼い頃師匠と一緒に何度か会ったことがあるからね。師匠の師匠とって知ってたなら教えてくださいよ。簡単に教えてはつまらないじゃないか。いつバラせば面白いかと慎重にタイミングを測っていたんだぞ。測らなくていいです、そんなこと。ああ、
君たちの仲がいいのは分かったから私の話も聞いてもらえると嬉しいんだが。男の嫉妬は見苦しいぞ。まあたとえ王様の命令でもロロナはやらんがな。そう何度も大事なものを取り上げられてはたまらない。君の皮肉は本気か冗談か区別がつかないから扱いに困るな。今のは皮肉ではなく当てつけだ。割合は本気と冗談が3対7といったところだな。あの、何の話をしてるんですか？何？つまらない大人の話だ。で、一国の国王ともあろうお方がこんな吹けば飛ぶようなアトリエに何のご用かな？だからそういう言い方は。いや、もういい。まずは改めて君を騙していたことを謝りたい。この通りだ。だからもういいですってば。私の方こそ王様に手伝いとかさせちゃったりして、本当にもう打ち首獄門にされても文句言えないくらいなんですから。打ち首獄門？最近読んだ本の影響を受けてるだけだ。聞き流してやってみる。とにかくだから、お愛子です。お愛子か、いい考え方だな。お愛子なら私も君もお互い気にすることはないわけだ。そうです、はい。って、あれ、何気に私ずうずうしいこと言ってる？よし、では今後も気兼ねなくこれまで通りの関係でいいということだな。私はただの町のおじさんで、君の仕事もこれまで通り手伝わせてもらう。え、でもそれはダメかな？千代さんがいいならいいですけど。でも一つだけ教えてください。なんで私のこと手伝ってくれるんですか？それは本当に偶然というか成り行きというかだな。たまたま君と知り合って君を見ていたら手伝ってあげたくなった、それだけだ。回りくどいことをするものだ。命令を一つ出せばロロナをこんな苦労から解放できる立場にいる人間のくせに。私が苦労してるのはほとんど師匠のせいですけど。確かに私が王として命令を下せばそれは簡単なことだろう。だがそれで彼女は納得してくれるのかな？え、私ですか？うまく言えないですけど、なんか嫌かも。だそうだ。言われずとも分かっている。私はロロナの師匠だぞ。そうか、では心の使いも取れたことだし今日は失礼しよう。いい笑顔でご帰宅とは。面白くない。なんか変な王様ですね。まったくだ。あんなのが王様をやっているうちはこの国もせいぜい平和だろうさ。先日はみっともないところを見せてしまったな。その王のことで。ああ、いえ気にしてませんから。あんなステルクさん初めて見たからちょっとびっくりしましたけど。私も修行が足りない。どうも興奮すると取り乱してしまう悪意気が。そういう方だからな。言葉遣い云々を気にはなさらない。一応本人にも
好き勝手やって迷惑をかけているという自覚はあるらしいしな。そうですか、よかった。私もいろいろ失礼なこと言っちゃってたし。少しくらい失礼なことを言ってやった方が、あの方のためにはあると思うんだな。私の説教では全く効果がないし、むしろ君から言ってもらった方が。私に用事。どうしよう。一緒に来てもらおう。誰に交代してもらおう。どうしよう。頃の娘さんはこういうのを使わねえとな。でも銃の弾が可愛くてもあんまり意味がないような。なんだよ、いいじゃねえか。例えばよ、このピンクのやつを撃ちながら、私の恋の弾丸であなたの心をドッキュンハートなんてな。お、どうした、声も出ねえほど感動しちまったか。それじゃあ、こいつでいいんだ。よし。これは？完璧に機能性を重視したドレスだ。恐れ言ったか。ドレスっていうか、すごく鎧っぽいんですけど。まだ文句あんのか。ジョーちゃんが俺のデザインしたドレスなんざ着れねえって言うから、不本意ながら路線変更してやったじゃねえか。いや、親父さんのデザインが嫌だったわけじゃ。まだ文句あんのか。いえ、ないです。ありがとうございます。わかりゃいいんだ、わかりゃよ。じゃまたいつでも来いよ。親父さんって怒らすとあんな
それじゃあ、こいつでよっしゃ。哀愁が漂ってていいだろう。汚れを気にする必要もないしよ。親父さんなら似合うかもしれないけど。そうか、ちょっと待って、想像してみる。ジョーちゃんがこれを着たら、私がこれを着たら、うわぁ、悪い意味で様になってやがる。かわいそすぎて目も当てらんねえ。幸うっそうな顔に似合っちまってるのがまたなんとも。薄そうって。アトリエが潰れちまったら、ジョーちゃんはこんな風になっちまうんだな。ボロっちいマント一枚に身を包んで、ああいけねえ、目から汗が出てきやがった。失礼な想像しないでくれ。まあなんだ、来たる日に備えて大事に取っといてくれよ。役に立ちません。絶対そんな風になりませんから。あ、それじゃあ、こいつでいい。よし。あ。ないわね。こっちから行くわよ。行くわよ。
華麗に決めるよ。まだまだ。これがかわせるか。今は平気だけど、
この町の人たちだってそのうち、ロロナちゃんだって。もういいって、私は絶対大丈夫だから。怖くない？怖くないよ。だって私変な力持ってるのに。変な力持っててもリオちゃんはリオちゃんだよ。それに変って言うなら師匠とかパメラの方がよっぽど。まあ確かにあれに囲まれてりゃリオネラは普通に見えるよな。こら、真面目な話してるんだから茶化さないよ。なんで泣くの？だって怖がらない人初めてだから。大げさだな。師匠もクーちゃんもこの町の人はみんな怖がらないよ。だから安心して。うん、ありがとう。どうした、依頼の方は順調に？では、ラインがさ、では引き続き。新しくそれじゃできた。どの特性をつけようかな。
合の方は順調に進んで、では、引き続き。